こんにちは、森です。こんにちは、カメラマンの山ちゃんです。はい、はい、じゃあ前回の動画に続きまして、品川駅近くにあります、はいはい、品川プリンスホテルさんの、はい、西武ファストスポーツフィールド品川ゴルフ、はい、シミュレーションゴルフ場にやってきております。前回は120ぐらいの方が80ぐらいに、うんうん、森ちゃんが1年で導いたというその過程のお話だったんですけど、はいはい、今回はあの80代の方から70代になった方もいらっしゃるっていうことで、はい、結構やっぱここってすごいあのさらに大きな壁なのかなって、うん、次に来る大きな壁なのかなと思いまして、はい、どうやってこうそこまで行ったかっていうのは過程、はい、どやりながらお願いします。いやいや、私が頼ることじゃないね。でもなんかその人は、一生懸命まずパーオン率を上げる練習を頑張ったんですよ当時。で一生懸命150前後のその精度を上げようって頑張ったんですけど、まあ、大体練習場で言ったら週1練習場行くのが行けて2、まあ、ほぼ平均週1ですねっていうのを聞いて、まあ、要はそのパーオン率を上げる練習をしてたんですけど、何に変えたかって言ったらパーセーブ率を上げる練習に変えたっていう感じ。だからパーオンしなくていいよっていう話をしたんですよね。なるほどね。もうそれはパーオン率を上げるのはバーディーを取るための練習、バーディーチャンスにつけるための練習、じゃあ何を目指してるの、アンダーじゃなくて、まあ、75とか、まあ、そのぐらいかな、目指してる人だったから、それよりもボギーの数を減らしましょうねっていう、バーディー取るよりもまずボギーの数を減らしましょうがその間にあるよっていうお話をさせていただいて、だからショットの練習じゃなくてアプローチの練習をもうメインにしこたまやらせました。例えば僕だと今あの、まあ、本当に100切ったり切れなかったりってところで、そういう場合はあのそもそもパーオンしないから、うん、あのパーオンを狙っていくしか行った結果してないのね、はい、だけど多分その方はある、うん、もうある程度もう練習もしてて、うん、もうそっからのパーオン率の伸びしろがちょっと限界に近いんじゃないかっていうところなのかな、うんうんうん、あのそうですよりもパーセーブ率を上げる練習のに力を入れていく方がそのボギーをしない、そうですそうです、そんなベラボーに曲がるような方ではなかったので、うんうん、まあ、ちょっと外しちゃうかなとかそういうレベル、うん、その精度上げるのはやっぱどうしてもその練習量増やさないといけないから、まあ普通のサラリーマンの方でしたし、それだったらもう手っ取り早くボギーを減らしちゃった方が下がるよ、ただそれより下パワープレーとかアンダーパー出すよってもしなってきた時はその練習が必要になるけど、今はそうじゃないよっていう話をさせてもらって、とにかく全部18ホール全部もうグリーンに乗せないでもらった。もうこれ最初にそう言った時にどういう反応されたんですか、その人って。だよね。だよね。だそれをなんかこう信じて言ったのがまずすごいなって思う。あ、なんであの過去5回ぐらいかな、そのパーオン率とパーセーブ率をあのスコアカードにこう出してもらって。そもそもこれパーセーブ率悪すぎませんっていう話から入った感じ。そんなことできるんですね。いやいや一応ね。感覚派だと思ってました。いやいやでもそれ大学でもやらされたんですよ。そうだ、それが必要かなと思って。まあね、そんな小娘に何言われたってえってなると思うから、まあ、事実現実を受け止めてもらってやりたいのは分かるけど今そこじゃないよっていうのを把握してもらった上でちょっと。ただ辛いかもしれないけど頑張っていきましょうっていう話で、そうです。まあ話聞くとやっぱりそのまあパーオン率を上げるためだったから、やっぱショットの練習がメインだったんで、やっぱアプローチの練習が極端に少なかった。だからせっかくグリーン周りまで来てるのにそこからボギーとかダボとかってなっちゃってるから、まあそこがね一度でも減った方がスコアメイクにはね、一番近道なんじゃないかなと思って、それを処方したって感じです。乗せさせない、そうです。そうそうだよね、18ホール全部。そう。
僕も1回だけ今思えばなんですけど、うん、当時その知り合いにクラちゃんの方がいて、一緒に回らさせていただいた時にグリーン乗せないで回ってたんですよ、うん、そうそうそう、今思えばあそういうことかって、ほら別にほらその日は僕らとエンジョイゴルフじゃないですか、はいはい、でまあ、明らかに淡々とその人だけ行っちゃうんで、うん、あのまあ、僕らにペースを合わせるっていう意味もあったとは思うんですけど、うん、なかなかやっぱりこう大人になって社会人の方だとグリーン前の練習量とか、うんうん、コースでとかできないから、だからわざとやってたんだと、うん、なるほどね、そう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 、そうかそうか、まだ今後のこと考えても、じゃあこれからアンダーパー、それでバーってスコアが下がってアンダーパーで回れるようになりたいとかってなった時に、やっぱバーディー狙いに行くと、まあ、ハイリスク入りたいんじゃないですけど、外す確率もそれだけバンって上がるんで、そうなった時にもカバーできるようにその時にしていくためには、やっぱりその精度、アプローチの精度を上げていく必要はあるなと思ったです、思ったですとか言ってで、みるみる変わっていったって感じですか。そうですね、なんかあれだし、そのグリーン外した時のプレッシャーみたいなのはどんどん少なくなったとは本人は言ってました。うん、外したとしても、ああそこから寄せて入れるから、じゃあ次あそこでどうしようとかっていうマインドになれたって言ってました、本人。なんか前までちょっと外しちゃったら、あもうやばいみたいな。そうだよね、汗汗みたいな、パを狙いに狙いにいってるからね。で、外れたらミスショットみたいな、そうそうそう、なんか強いよね。精神的な余裕もそれで生まれて、こうリズム感も良くなったとは後から本人は言ってましたね。なるほど。じゃあということで、その今パー3が用意されてるんですけど、乗せないで、あ、待ってパー3行ってみようかな。本当だ。すごいじゃん。すごいキワキワ、うん、用意してるね、ちゃんと。本当ちゃ用意できてるな。乗せちゃダメ、エッジでしょ。オッケーオッケー。よし、8番で変えます。エッジまで140とか出てるんで。そうすると、ちょっとごめん話しちゃったけど、はい、外すならこっちの方が次打ちやすいなとか、そういうことも考え出してくるのかな。あ、もう、あ、そうです、そうです、そうなってくるよね。 もし外した時はこっちからの打ちやすいなみたいな。あ、そう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 、でもそれは指定してないですね、私は。あ、勝手に外してくれ、どこでもいいから外してくれっていう。で、いろんなとこから経験させることによって、そのうち身につくよね、この辺が打ちやすいから分かるようになってくるから、はい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 、みたいな。なるほど、とにかく外せみたいな。なるほど、先生としてどうなんだって感じですよね。ゴルフは手前から、そう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 、ゴルフは手前から外れちゃいました。これは20ヤード。ちょっとこれはね、っていう感じ。まあね、これはあれだけど、でもそうやって、あ、なんかその人はちゃんとパーオンして2パットでパーっていう概念が、あ、こういうパーの取り方もあるのねっていうのが発見できたみたいな感じ。パーは別にパーオンさせるだけがパーじゃないんだみたいな、うんうんうん、逆に別に、まあ、パー3だったら3回で乗せる、その乗せるやつで入れてもいいんですけどっていう、うんうん、だからあれだ、前回の動画の人と一緒で、その固定概念みたいなのをちょっとこうなくした感じ。それでアプローチの練習をたくさんさせて、70代か74だったかな、出たよーみたいな。最近は70代で平均でもう回るようになったって感じですね、うん、コンスタントに、うん、すごすごいですよね、うん、そう、なんか視野が広がったらしいです、本人は。なのでぜひちょっとアプローチの練習量を増やしてあげるっていうのも一個の手かなと思うんで、ぜひ試してみてください。あ、で、そう、その時に気をつけてもらいたいのが、アプローチを練習するときに、まあ、どっから打ってもいいんですけど、できるだけ上りのラインに残すようにしてアプローチをするってことだけ意識してもらいたいかな。だから手前からアプローチするから突っ込んでいいとかそういうことじゃなくて、突っ込んで奥で下りのパット残るぐらいだったら、ちょっと弱くても上りのパット残しておいてあげるみたいな、うん、ところはちょっと意識してやらせてました。ごめんなさい、ちょっと細くなっちゃうんですけど、うん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 、それぐらいかな、うんうん、はい。ぜひ試してみてください。
あります。ちょっとまあ僕はまだね狙っていくんですけど全然人の話聞いてないまあでも練習はしようと思う。その外しまくるから僕は練習します。あ、なるほどなるほどぜひ楽しんでください。はい、はい、じゃあそんな感じで今回の動画はこれで、はい、終わろうと思います。またなんかこうその生徒さんの話とかすげえ貴重だな、リアルだなと思って、うんうん、こういう人いますかとか、なんかね、それもコメント欄に書いていってもらえれば同じような方いると思うんでお話できたらなと思う、うん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい。